1950年代、自動巻き、裏蓋刻印、ナンバー124935、ケース刻印、ナンバー4935。今回ご紹介するのは、ミドーの自動巻き時計、マルチフォートです。胎児、防水、対衝撃に強く、デザイン性の高さから長年にわたって愛され続けているミドーを代表するコレクション、ロレックスのバブルバッグと並び、自動巻き腕時計の先駆けとなったシリーズとしても知られています。本品はスプリングを利用したバンパー式ハーフローター機を搭載した人気モデル。文字盤は枯れたブラックカラー、全数字と夜光のアンティークハンドの組み合わせ、中山張りの雰囲気の良い風貌デザインです。SS ケースは 28mm 径の小ぶりのラウンドフォルム、裏蓋は気密性、防水性に優れたスクリューバッグです。バンドはステッチ入りの上質な革ベルトを装着しています。現行品とは一味違ったアンティークの魅力が詰まった通好みの一品です。ミドー、スイスの老舗ブランドミドー、時計職人ジョージ・シャレンによって1918年に誕生しました。自社製クロノグラフの製造など一貫して機械式時計の名品を作り続けてきた、知る人ぞ知る実力派時計メーカーです。ダイヤル、文字盤、焼け、シミスポットなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、すれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。目立って大きな打ち傷、へこみなどはありません。風貌、軽いすれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製、使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで出巻きができます。古いハーフローターは巻き上げ効率が弱いので、巻き上げが不足していたり腕の運動量が少ないときは途中で止まることもあります。装着前にルーズを手巻きで巻き上げてパワーリザーブしてからご使用いただくことをお勧めします。ルーズを引いて回すと時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。付属品、本体のみです。日差は24時間の実測で30秒前後に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は16mm、ケース径は約 28mm、 リューズ含む縦ラグからラグまで約 36mm、 厚さ約 12mm、 風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。